皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回はバッグの中身紹介をしていきます。イエーイ。そのバッグがですね、こちらです。いつもこれっていうわけではないんですけど、私の好きなバッグはこれです。夏にね、すごいぴったりなバッグだと思います。それでは早速ご紹介していきます。まずね、バッグの全体こんな感じになっています。これね、 YouTube 始める前にクレーンゲームでゲットしたものなんですけど、こちらね、気づいたんですけど、これね、ポメタンだったんですよ、種類が。なのでバッグにつけています。はい、こんな感じになっています。これね、ボタンがついているので、これをね、こんな感じで外せます。で、中身の全体こんな感じです。じゃあ一つずつご紹介します。はい、まずはね、一番重要なスマホですね。はい、まずスマホが入っています。スマホはいつも車とかでも絶対持ってくから、いつでも持ってくね。で、2個目が、はい、こちらです。こちらはチュッパチャップスのこのポーチの中に入っているんですけど、この中に入っているものをご紹介します。この中に入っているものは、まずですね、この充電器です。車の中でね、もし充電がなくなった時に使います。で、こちらコードです。こちらのコードは100円ショップで購入しました。はい、それでね、次はね、こちらです。こちらは前以前にもね、ご紹介したものなんですけど、こちらライトです。こちらね、ちょっと眩しいんでこっち側に向けるんですけど、 1,2,3 段階あるライトで、これね、ご紹介した後に気づいたんですけど、ここで長押しするとね、こうやってピカピカするんですよ、ということが判明しました。はい、それはいいとして、はい、このライトです。これはスマホにね、こうやってつけるライトです。これはね、 TikTok 撮ったりとか写真撮る時とかによく使ってます。はい、こんな感じで使っています。はい、それでね、次はね、こちらです。こちらは前にもね、ご紹介したものなんですけど、自撮り棒です。これはここを押すと写真が撮れる感じになっていて、で、ここにね、なんていうの、なんか刺すやつみたいなのがあるんですけど、それをスマホにね、刺して、ここのボタンを押すことで写真が撮れる自撮り棒です。これはね、自由自在にいろんなところに行けるので、しまうときはこれだとちょっと入んないんで、こんな感じで後ろでこんな感じでしまってます。これもね、先ほど言ったライトと一緒に使ってますね。 TikTok 撮ったりとか写真撮ったりとかですね、これも。はい、このポーチの中身はこんな感じでした。はい、次にやっぱりこれは絶対ですよね、ティッシュとハンカチです。これも紹介しなくてもいいと思うんですけど、じゃあ一応ハンカチだけ見せましょうか。こちらのハンカチは、幼稚園の先生からもらったハンカチなので、すごく大事にしているハンカチです。よくこのハンカチ使ってます。もうティッシュはね、関係ないです。もらったやつとか使ってます。なんかお店とかで配ってるじゃないですか、それとか本当ありがたい、買わなくて済むからね。次はやっぱりね、髪の毛下ろしてるとか大事、ご飯の時に入っちゃダメだから、ゴムです。このね、ゴムは絶対大事。本当に髪の毛長い子とかは、ご飯食べる時とかに髪の毛入っちゃうので、私はいつもゴムを持ち歩いています。はい、次、このバッグいろいろ入るんですよね。はい、次はこちらのお財布です。このお財布は、おばあちゃんに、何年生かな、1年生ぐらいかなに買ってもらった財布です。でね、ここのチャックについているのはね、なんだろう、これは誰だっけな、お友達からもらったなんかストラップと、あと神社で買ったお守りです。お守りつけたらいいことあるかなと思ってお守りつけました。こんな感じで開けられる財布です。はい、こんな感じです。財布はね、なんかね、いちごがメインっていうのかな、わかんないんだけど、すごく可愛いです。はい、次はこちらですね。こちらは中開けるとですね、こちらの声かけてくれたらあげられるこの名刺ですね。あとプレゼント企画にも入れている名刺です。ここに入れています。これだけじゃなくて、ちょっと待ってくださいねはい、こちらですね、服によって変わるんですけど、今これ入れてます。この大きいハートのイヤリングです。イヤリングはね、やっぱり欠かせない。服に
によっては違うんですけどね、他にもいろいろ持ってるんですけど、私ね今お気に入りなのはこれです。大きいからね、大きいのね、この一つしか持ってないんですよ。はい、このポーチはこんな感じでした。あ、で言うの忘れてたんですけど、こちらも100円ショップで購入したものです。はい、次は、はい、こちらのノートです。こちらはですね、前旅行で購入したものなんですけど、山形県で購入したものです。こんな感じのメモになっていて、よくなんか暇の時に絵描いたりしています。で、それについて、よいしょ、こちらはチャオの9月号の付録で、この10色ペンを最近持ち歩いてます。これ、ね、ほんといいんですよね。もういろんな色、こんな感じ、いろんな色があるので、本当に絵描くときは最高です。はい、こんな感じでした。あ、で、ちなみに本当にね、ボールペンとかはちゃんと黒もついてるんでね、いいですよね。はい、次はこちら、私がね、一番大好きなお菓子をいつも1個か2個入れています。こちらね、タラタラしてんじゃねーよっていうお菓子です。これは、100円ショップとかに売っているのでよく買ってます。あの、なんだっけ、4個で100円だ。で、いっぱい買っています。箱買いかみたいなめっちゃ買いますよ。毎日1個はこれ絶対食べます。これね、辛いやつです。こんな感じです。これ絶対入れますね。はい、で、本当のラストはこれです。こちらはママからもらったリップです。これね、これは赤いリップです。これは見た目はすっごい赤いんですけど、でもね、つけるとあんま赤くないんですよね。だからいいですよね。あんま赤いとちょっと大人っぽすぎるっていうの、なんで私はこれをもらって使っています。はい、私の、お出かけの時のバッグ紹介はこんな感じで終わります。はい、ということで今回はお出かけのバッグの中身紹介をしました。でね、ちなみにさっき言ったこのリップつけてみました。こんな感じです。ほら、結構赤くないですよね。こんな感じです。はい、ということで、どうでしたか。皆さんもね、ここいいなって思ったら参考にしてみてください。どうだろう、参考にできるか分かんないと思うんですけど、みんなはどういうのを持ち歩いてますか。コメントに教えてください。ね、今度撮影の時のバッグの中身紹介もやりたいと思いますので、ぜひ皆さんその動画もね見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターとあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。